こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらのプロラナサンシャインゴールデンソック4プライみたいな4本寄りというちょっとポップな毛糸を使ってなほねさんのかかとガーターの靴下を編んでみたいと思います。 えっと、ナホねさんのかかとガーターの靴下は概要欄の方に載せておきたいと思います。なほねえさんは波太ぐらいの太さの、えっ、ー、と、100円ショップの素敵なね、パブロとかね、ドロップとかセリアさんかなとかの毛糸でふわっとこう編んでるんですけど、中細でやってみたらどうなるのかを試してみたいなと思います。というのも、えっ、ー、と、かかと編まなくていいっていうのはすごく 靴下を編むものとしてはラッキーって思うしまあ編めれば編めた方がいいけど編めない時はねどうにかしてかかとっぽくできないかなとも思っているしでえっ、ー、と薄いのでできたらこういう中細みたいな細い糸でできたらより靴下っぽい気もするであともしかかとを編まずに中細で編むことができたらこの柄のまんまいく 編めると思うんですよねでこの柄を乱さずに編むことができるんだったら手染め糸とか、まあ、これもねなんかこう法則がこうあるのでそのこの柄のまんまかかとを過ぎて履き口の方まで行ったらすごい楽しいんじゃないかなってそこからまた新しいね編み方が出てくるんじゃないって思って、えー、とやってみたいなと思います。でえー、とインスタタググラムででハッシュタグで えっと、かかとガーターの靴下って検索してみたんですね。そしたら、えー、っと、細めのミルフィムソックヤンかなの、私の一番好きな紫の色で編んでる方がいらっしゃって、えー、っと、確かそれは3号針くらいで編むといいって書いてあって、あ、それがね、全然こう、柄が乱れてなかったんですね。また、ミルフィムソックヤンもアクリルでこう、なんだろう、周期が分かりやすい糸なので、 あ,あ、それができるならもしかしてと思って私もこれでチャレンジしてみようと思います。もしかかとが苦手な方、これでもできるんだみたいな動画になったら嬉しいなと思います。えー、っと、今回使うのはプロラナさんの306、まあ 100g420m で、えー、これが多分ウールって意味ですよね。スーパーウォッシュウール75%とポリアミド25%。 2.5から3で適してるんですが今回は 2.5mm1、えー、合針で編んでみたいと思いますすごく柔らかくて一回ね何かと混ぜてこう毛糸靴下を編んでみたと思いますポップな感じだけど黒も入っているというものですこれを内側と外側から出してきて、えー、と編んでみたいと思いますね編み方すごく簡単ですであの名古屋さんの ミブ、えー、太バージョンと全く一緒でやってみたいと思います。えー、24センチか24.5センチ用らしいんですけど、それと同じようにしてみて、中細ではどうなるのかっていうのを試してみたいと思います。えー、つま先から15センチ編みます。で、その後、8センチガーターをしてみる。ただそれだけです。もうすごい簡単。<laughs> なので、えー、まあ、ガーターを始めるところまではやっていきたいと思います。 15センチ編んできました。いやー、この毛糸ね、初めて使ったので、あの、気になってたんですが、編みやすい。<laughs> えっと、そんなにオパール毛糸以外の毛糸を知らないので、ドキドキしますよね、新しい毛糸で編むとき。で、こう、パッと見たときに、あれ、細いなーと、で、こう、パヤパヤしてるから引っかかるとか、そういうのはないかなーなんて心配したりしましたが、 で、最初、0合針でちょっと先を編んでみたんですが、1合針でもいけそうだなということで編んでて、すごく弾力性があります。なので、えっ、ー、と、引っかからずに、うわーって勢いで編めました。だから、ちょっと編みすぎちゃった感があります。<laughs> そしてね、この色の面白いポップな感じで、法則があるって言ったんですが、結構法則がないかもしれませんね。 いや、どっかの色で、こう、一周の周期だってわかるようにって思ってたんですが、このオレンジかなで、例えばこの青と白も、こことここ2箇所出てくるし、ピンクも2箇所出てくるし、オレンジもほら、太いとこも出てくるし、で、黒がいいかなとかと思ったけど、黒も何点も出てくるし、結構ランダムな感じなので、ちょっとこの、なんだろう、リズムが乱れるかどうかが見れるかどうかわかりませんが、 やってみたいいと思います残り1段なのでえっ、ー、と編んでる様子をとっておきたいと思いますほらなんかねまあ1号針で編むとね結構編みやすいんですよねもし、うん、初めて編む糸で編みづらかったら少し1号を太い針で編んでみるっていうのもいいんじゃないかなと思いますで細い糸だった場合えー ここの間に隙間が空いて、ちょっと私はそれが好きじゃなかったりするんですが、これはね、大丈夫でしたね。しかもこう、弾力性があるから柔らかいというか。すごいポップな色なので、これ残してショートソックスにしたいなと、ウツボソックスとかにしたいなぁ。唇の色は何にしようかなぁとか思いながら編んできました。で、 毛糸を毛糸で表現するのはちょっとおかしいかもしれませんが、KFS さんの四季みたいな感じで、もうピンクと青と水色とオレンジ、緑みたいな感じでいろんな色が出てきて、それも面白いなと思います。プロラナさんのゴールデンソック、フォーフェッチ、4本よりサンシャイン。あ、ちょっとね、光沢もある感じがしますね。なんかあんまり こう聞いたことがない糸だけどこんな面白い糸だとはーと思って編んでいました。でえー、っとここで1 5センチになったので、うん、どっちをつま先にしようかまあいつも迷うんですが多分編み始めをこうにしてこっちをかかとにするべきなんだと思うんですよ。でもね、こう見て、 どっちが綺麗かを見て、あ、こっちが綺麗だからやっぱこっちかかとにしようっていう感じに <laughs> しています。適当です。で、かかとの方をガーターにするので忘れないように、かかとの編み始めにマーカーをもう一回付け直して、で、ガーターって普段は往復編みで編んで表編みをするとガーターになりますよね。でも、今回は輪編みで編んでガーターにしなきゃいけない。そこでちょっと考えます。 ほねえさんの動画でも話してたのでまあ一緒なんですけど同じ <laughs> とここで裏編みをしますで、ね、端っこから裏編みがねなかなか難しいのでいつもこうアメリカ式で最初編んでから編んだりもしてたんですが最近はちょっと特訓中、えっと、針を向こうに持って行って1目めだけこうなんか大げさに動くこれノルウェー式みたいななんかねいろんな国の裏編みがあってよく分かんなくなっちゃったんですけど で、私が今してるのは何式なんだろうちょっと変なやり方ですよね。前はこのこんな風にしてこうなんだっけ目の向きを逆になるけどでもその方が動きもコンパクトだしすぐ糸をクッと後ろにすれるできるのでまあ緩まずに良かったんですけどでもそれだと糸の寄りが逆になって あんまりこう、ゴム編みの時縮んでないような気もしたので、今はちゃんとした向きにするようにして、こうやって特訓中です。でね、特にこの糸のように、伸び縮みがちゃんとするタイプのもの。なんかコットンとかは難しいかもしれないけど、それはね、ちょっと引っ張り気味にして、ここをこう引っ掛けて編むと楽なので、あの、裏編みし続けるのもすごく楽なんですね。で今、毎晩のように、 朝のりさんのフィールフリーヤーンという、えっと、手染め糸で、えー、サマーセーターを編んでて往復編みで裏は裏編みずっと続くんですけどそれもね伸縮性があるので今ちょうど裏編みの特訓ができて楽しいですこんな感じで左右同時編みをしてるのでこっちもまずは裏編みをしますで でも、こうの方は普通に表編みをしてきて、次の段は、次の段も裏編みするんだったら、それだったらなんだっけ、裏メリアス編みみたいな名前なんですよね、本当はね。なので、次は表編みをするという、2段に1回この裏編みするということになります。まあ、やってみますね。 なんかこうやって YouTube の動画を見て編んでくださってる方もいらっしゃると思いますが結局あこうだってこう YouTube で分かっても自分で編んでみた方が分かったりしますよねだからいつもね編んでみることでしか答えはわからないんじゃないかなと思うのでもしいいなって思ったら編みたいリストいっぱいだっておっしゃる方もいっぱい私も含めねいてとても嬉しいですが まず編みたいなって思ったら、私は、後で見るに入れて、後で見て、で、見たら、えっ、ー、と、高く評価なんて、いいねを押しておいて、で、高く評価した動画っていうリストが勝手にできてるんですよね、YouTube にね。で、えっ、ー、と、それでは後でもう一回やりたいよとか、なんか他に、ちょっと面白かったやつとかも、笑えるのとか、なんか、歌の動画とかもみんな、いいねしちゃってるから、それは消しておいて、で、編み物のだけ残しとくんですね。で、 えっと、次何編もうかなっていう時にそこを見て、あ、これやるんだった、やろうと思ってたんだったって感じで,で、そうするとメモも何もしなくても、えっと、やりたいことリストが出来上がってるから、しかもいっぱいになるとね、忘れてね、結局、あ1年前にあれやりたいって思ってたのに結局しなかったな、なんていうね、編まずに後悔、編む後悔より編まずに後悔、あれ、違う、<laughs> そんな感じになるので。 そんな風に管理していますで裏編みを1段編んだらマーカーあるけど次を裏編みするんじゃなくて次は表編みでこのね裏編みの次に表編みするとちょっと編みづらいですよねまあでもかかとを編むよりも断然楽だと思いますそして いや、今回偶然ですが、この伸縮性のある糸というか、なんか、結構伸び縮みのしそうな毛糸を選んでしまったので <laughs>、検証しようと思ってたんですが、それのおかげで伸び縮みしてくれるかもしれませんね。あまり検証にならないかもしれません。でも、今回は、中細でも、かかとガーターでいいのか、伸び縮みするのか、みたいなところなので、こんな風にして、 約8センチ編みたいいと思いますちょっとまあガーター編みしてると段数が変わると思いますが、えー、1号針でこの毛糸で編むと大体 1cm は1234段です普段0号針だとうーん、えー、5段なんですけどなんか結構早いペースで編めるような気がしますなので まあ、4段として4段 ×8cm だか32段かまあある程度編んだら長さを測って何段かを数えてないですね普段ね。でその頃にどうなったかをお見せしたいと思います。で途中で試着しちゃったりなんかして <laughs> 楽しみながら編んでいきたいと思います。 ここに来たら裏編みでまた来たら表編みで次来たら裏編みというふうに繰り返していきます。まあ見ればわかると思います。このポコポコがこう続いてるのが裏編みでピントが合わないポコポコが続いてるのが裏編み。ここね、でこの V みたいのが次にあるんですね。今編んだところ。これが表編み。と思っ 編んでいくといいと思います。いや、なほねえさんのね、靴下、昔ながらの靴下でしょかかとガーターでしょあと、かかと直角も編んでみたいなと思うし、すごく簡単な靴下が多くって、いやー、素晴らしい。あの、ソックニッターとして動画を出してて、私の中でも簡単な靴下を、 開発したいなって思ってたんですが、もうこれはなほ姉さんにこの分野はお任せしようと思います。何かあったら、あの、一番最初に靴下を編んでみたかったら、なほ姉さんのこのかかとガーターもいいんじゃないかなと思います。ということで、編んでいきたいと思います。8センチの時点で履いてみましたで。かかとがくるまれてて、ちゃんと伸びて <laughs> 気持ちいいです。 でこっちの方が若干長くてこう斜めになってるなとは思いますがこのままもうメリアスに戻しても大丈夫なんじゃないかなと思います 8cm まで編みましたえー、とで段数は数えたら40段でした、まあ、32段の予定だったので、まあ、メリアス編みよりはガーターの方がこ縮むという感じですちなみに このピンクの途中からこのメリアスの方を測ってみると、うん。えっ、ー、と、9センチ近くありますもんね。ちょっと1センチくらい、ま、えっ、ー、と、かかとの方とこっちの甲の方では長さが違う。で、こっちはもうこれ以上の伸びないというか、これくらい伸びても。でも、えっと、ガーッと貼って裏編みとか表編みで編み地がこう上下してると思うんですよね。だからすごく伸びる。 で前にバナナソックスって編んだんですけどバナナソックスはこの横のゴム編みの方がこうで、えー、裏の方がゴム編みた,ただの2目ゴム編みだったのでそれと逆になるっていうのもすごい不思議で面白いなと思いますこんなに伸びますこっちも伸びるっちゃ伸びるけどこんな違いが分かりますかねであとかかとの部分のこのガーターが厚みが出て うん、ふかふかして、柔らかいなっていうのも楽しいなと思います。で、もう、ここから、えー、メリアサミをしていきたいと思います。で、好みの長さまで編んで、まあ、吐き口も好みでいいと思います。そうん、脱げやすいとかそういうのがないと思うので、えー、ちょっとこれでね、ウツボソックス編みたくなっちゃったので、重さを計算して、ちょっと好みの重さまで、 ま編みにしもうねちょうどいいなって思ったらここからメリアス編みをしますちなみに私は2 3 5ンチでしたが、えー、この1 5ンチ8ンチでも大体いい感じでしたもしかしたらねこれサイズ調整というかをそんなにしなくていいような気がします例えばもうこの部分は えっと、かかとの前の方ぐらいで始まってるし、なので、足がちっちゃい21.5とか24.5とかでもこの靴下って履けるような気がするので、うん、15センチ、8センチのまんまでいいような気がします。ちょうどかかとの真ん中にこの真ん中が来るという感じでした。ところどころ履きながら試し履きするといいと思います。15センチ、8センチというのが、 キーワーワドですちょっと悩んだんですがまあ 50g になったのでここから2目細編みしてこれはちょっと 50g 足りないことになるけどこっちをウツボソックス用に取っておこうと思います。で目まあそのまんましてっても別にいいと言えばいいんですが1目減らして。 28目にすればこっちもこっちも4の倍数にすれば、えー、と2目細編みちょうどよくなると思うのでこのままの針でいきたいと思いますもしここ32目とか4の倍数のままだったら合数を減らしてちょっとちっちゃくすると脱げにくくなるかなとは思いますこの両端で減らしていきたいと思います簡単に左上2目一度でこれがとっても綺麗なのでこんな風に。 していきたいと思います。で、あと、一番左の端っこも、減らしたいと思います。この間、インスタグラムで、SSK の2種類のやり方みたいなのをしていて、えっ、ー、と、SSK、右上2目1度のスリップスリップニットみたいな感じのものなんですが、SSK にしてもどうも右側の目が大きくなっちゃうんですよね。で、や,やってみたいと思います。 まず滑り目をしてでこう戻して後ろはバックループ表は普通の今戻した方でこうして見ると同じくらいの大きさあなりそうですねじゃあ逆にいつものあここも外しちゃったいつものやつでやってみたいと思います向きを 向きがいつもこうですね。SSK は滑り目滑り目して2つ入れてこう。あんまあ、変わんないっちゃ変わんないような気もするんですけど編んでみたら違うかもしれませんね。あと一番簡単なのはこう滑り目して1目編んでこうかぶせるもの。でもそうするとやっぱりこの最後の目が大きくなっちゃうんですよね。なのでなんかいろんな右上2目一度があるなと思って。で、 そういう技を知るとやってみたくなるのでちょっと今回はやってみようと思います右の目だけ滑り目して元に戻してで左の目はバックループを左の目がキュッとしてるような感じ同じ1目みたいに見えるといいんですけどねこれで次の段から2目細編みをしたいと思います4の倍数に目数を減らしたので次から2目細編みをしたいと思います 端っこを1目だけ表編みをして裏編みを2つ表表裏編み2つ表表という風にしていくと数が合ってればあとリズムを間違えてなければ最後が表1つだけになると思います。そんな感じでうん2目細編みをそうですね 8段くらい編んで。まあ、もうちょっと長さが欲しければ、10段ぐらい編んで伸びる伏せ止めをして終わりにしたいと思います。最後は表1つで、また表1つから始まるという感じで。2。目細編みを編んで仕上げていきます。2, 2。目細編みも完成しました。で伸びる伏せ止めをして、やっぱりこうキュッとなる毛糸なので。 ビロンビロンならずに済みました。ではこの柄の方を見てみたいと思います。これ上下逆にすると全く同じになると思うのでおんこ,こうかな。おーこうですね。ピシッと合っています。かかとのとのころを編んでも、 ずれませんでした。素晴らしい。っていうことは、これからはもう柄を気にせず編みたいなという時にはかかとがこれでいいんだなっていうことがわかりました。なんかこう手染め糸とか、なんかこうピッチがわかっているもの、周期がわかっているものはそんな風に使えるんじゃないかなと思います。そしてちょっとお遊びで、このこっちを上にしてこう履いてみました。履くことはできます。 でそしたらここにあまりが出てこないけどここがなんかかかとがやっぱりツンとした感じそしてちょっとねあの画像を撮ってなくて申し訳なかったんですがこんな感じで後ろの方が短くなってしまうかかとの方がというのはあったのでやっぱりこうして履くべきだなと思いますでえー、っとかかととしてうんちゃんとここは伸びるは伸びるんですけどやっぱりここがちょっと余ってこう。 タプッとこうなる。まあそういうところはあるかなと思います。で、なんだろう、こうやって黙って置いてても、ここがキュッとなってるんですが、とこの後一、一応水通しをして、ソックハンガーに入れてみようと思います。でも、ソックハンガーがなかったとしても、うん、水通しした後に、ただのこう、うん、ただこう乾かすだけでもいいような気がします。こう幅をこう出してね、この目が。 編み目が揃うようにすればいいだけだと思います。あのかかとの形を作らなくてもいいんじゃないかな。なんて見た感じを持っています。ちょっとこのね。厚みが出る感じがこの間編んだバナナソックスを思い出させるなと思います。そして。一応全部の長さ。52g くらい使ったんですが、31センチのを2つ作れましたね。で幅はやっぱり8.9。 幅はいつもの靴下の幅でいけるんじゃないかなと思います。あ、言うのを忘れてたんですが、言ったかな。えっと、30目。えっと、1号針で30目にするのに8目からスタートしてまん丸まる,まるつま先を編んでみました。ということで。いやー、中細の細い糸で編んでも、かかとガーターの靴下は作用するということがわかりました。よかったです。それでは、 えと水通しをしていきたいいと思います水通しししてきました。水通ししたらさらに柔らかくなってなんかまた伸びが良くなった気がします。えっ、ー、と先日作ったもっと大きいソハンガーにも入りました。でもこれが壊れるまではこっちを使っておこうと思ってもう一回入れ直しちゃったんですけどすごいビョっと伸びて最高です。わあいいですね。このプロラナの ゴールデンソックフェッチサンシャインっていうのもいいケイトだなと思いますそしてとっても簡単なかかとガーターの靴下を教えてくださりなホネさんありがとうございます中細でも編めました楽しかったですということで今日も最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう